はい、どうも、こんにちは。くまです。猫です。くま猫チャンネルの、移籍アウトのね、選手たちについて、ということなんですけれども。そうですね。個人的にはあまり心配してないです。去年も結局ほとんど抜けちゃったんですけど、はい。ちょっと自分の順位予想は、6位を予想して、したので、躍進は、でも、もう内容はすごくいいものになるっていうふうには分かってたので、今回も同じように選手たちは抜けましたけれども、サッカーができて、いいところがまた出てくるはずなので、そこに期待してます。なるほど。はい。じゃあ、もう、レイタさんの見解としては、まるで心配してないということですね。問題ないですね。もうむしろ新しい選手たちが入った。まずこの新加入、括弧 J リーグ組について、どうでしょう、レイタさん率直に彼らのこうちょっと簡単な特徴とか何か印象とか。堀米さんなんかはちょっとスタミナの問題もあってワンポイントか途中で退くとかあると思うんですけど、十分。左足で精度の高いパスも出しますし、ゴール前で一仕事も二仕事もできる人なので、はい、ストプレーもこなせる勝田さんなんかは、もうちょっと今季期待大っていう感じで、うん、チームの序盤を引っ張ってくれるキャラクターなんじゃないかなと思ってます。逆に西川さんなんかは何でも、ボール持ったら何でもできる感じがあるんですけど、ポジショニングにまだちょっと時間がかかるかなっていう感じはしてるので、この中では西川さんがちょっと遅れて、名乗りを上げてくるかなってイメージを持ってます。この3人がきっとチームの困ったところに俺がいるから大丈夫だぜみたいな感じで控えてる。サイドが手薄ならサイドでも仕事できるし、トップ下みたいな仕事を、まあ多分樋口みたいなことしてくれって言われたら分かりましたってできる人が小野さん。温泉みたいだねっていう小野湯っていう。で、その効果はって聞いたらね。全治湯。振った藤田の2人はおそらく、うん、藤田なんかは突然出た時はサイドとか前目の方もやったし、ボランチの位置もやってたし、状況に応じて下の方、藤田選手はどんな使い方になるんですかね、イメージとして。おそらくやっぱりもう中盤の底の方でボールをさばく、これでボール受けたら前にさばいて、で自分で持って上が、多少上がってゲームメイクもしてっていう。ゆうすけさんどうですか、こう宮城くんの印象は。徳島で見た感じだと、サイドから出ていって、中央にこう入っていったり、縦に行ったり、本当に何でもできる。カットイン。アタッカーとして何でもできるっていう感じですけど、まあ、ゴール、7ゴールぐらい取ってますよね、確か。そうですね。そこは結構いいなと思って。なるほど。まあ、純粋にじゃあまあ、ゴールを期待したいところですね。やっぱり。とにかく仕事できますよね、彼、宮代。大卒組について語りましょう。わーい。さあ、メインディッシュです。メインディッシュですよ。前提として、うん、今の大学サッカーのものすごいレベルの高さっていうのがあってですね、最近J クラブのユースの子たちがすごく大学に進学する人数がものすごい多くなってて、まあその理由は2つぐらいあると思うんですけど、まあその将来設計のために大学に一回行っとくっていうのもあると思いますし、はい、J の下部組織に言うと基本的にはそのチームからオファーが来るか来ないか二択にしかならないじゃないですか。その先の可能性を広げるために大学にお互い遠慮して、よそのユースチームの選手を取りに行ったりっていうのはないので、基本。なんで、まあ、関東一部リーグなんていうのは、J ユースとか、高体力の強豪校の子たちの巣窟なわけですよ。まあ、J3、J2 の下ぐらいのレベルは普通にあると思うんですよね。という前提の上で、スターたちが、はい。トスに、こんだけの人数来る。凄さっていうのをまずお伝えしておきたいですね。もう順番に、じゃあ佐藤選手から。はい。佐藤くんはですね、大学ではずっと左サイド、多分ですけど、サイドバックもできるはずなんですよね。それぐらい、アップダウンできて、
スタミナもあるし、ハードワークできるし。で、それでいて、ゴールも多いんですよ。UK の中で一番点取ってるんで、実はアシストも多いです。なんで、こう、チームが前進したらもう真っ白い前にスプリントしていくんで、でも右利きなんで右もできると思いますしね。右サイドの攻撃が大外で佐藤君のところに飛んでくる。じゃあ、七星のクロスが流れちゃったところに、ズドンってこう佐藤くんが詰めるなんていう。いいですね。河合さんのサッカーの、その、サイド、ウィングバックのところのキャラクターが、やっぱり、どっちかというと、スタンダードな、スリーバックのウィングバックっていう感じで、全然佐藤くん開幕スタメンとかもあり得る話で。菊池くんは、この6人の中では、一番エリート街道という、琉球大柏高校ですね、10番。そのまま琉球大に進学するわけですけど、プレースタイルの印象としては、すごく賢い選手で、頭を使って、きちんとこう、ポジショニング、いいポジショニングが取れる選手。左足の精度高いですから、ボール、ショートパスも、ロングも。で、大学でも、1年生の時、普通に試合出てますから、なんでトス来たんですか。多分トスでやりたいサッカーっていうのは何かを大きなウエイトを占めてる何かがありますよ。菊池選手はちなみにポジションとしてはどこが一番得意なんですか。センターハーフとかインサイドハーフじゃないですかね。19試合で5ゴール6アシストとかじゃない。ちょっと樋口くんに被るイメージですかね。樋口選手もボランチやりながら前にもね飛び出すっていう。サッカー IQ が高いってやつですか。最近覚えた。ちょっと前に覚えた。ちょっと前に覚えた。使いたかったね、今ね。いや、そういうわけじゃない。ごめん、そうではなかったんだ。ごめんなさい。孫くん。ざっくり言うと、エドゥみたいな選手です。左利きのセンターバック。立正大学なんですけど、キャプテンやってて、もう完璧ディフェンスリーダー。楽しい。で、身長もすごい高いんですけど、その単純な守備能力ももちろんあって、その上、パスがすごく上手くて、ビルドアップのショートパスも全然不安ない、ロングボールの精度もすごい高い。結構本当にエドゥに似てる感じですね。最初は厳しいかもしれないですね。とにかくそのプロのアタッカーの選手たちを間近に見て、経験として積み上げられるか。やっぱりこう大学では見たことのない相手と外国人選手とここにやっぱり慣れないとなかなかリーグに絡むっていうのは難しいかもしれないですね。それでもね、本当に来てもくれてね、嬉しいですし、先ほど言われたね、大学のレベルがこれだけ上がってるっていう中で、その大学のフォワードたちを抑える仕事をしてたわけですから、まあ言って期待はしますよ。ね。荒木選手。どんなタイプの選手ですかね。大学の試合で言うと、トップ下で主に出てたんですけど、前の2トップが、2人ともプロ内定選手で、3人でもう点取りまくる感じだったんですけど、もう、駒大のなんかスタイル自体がもうその3人に攻撃をお任せみたいな感じで。2つで言うと、リーグは11ゴールですからね。3年生の時の成績もすごくて、6ゴール9アシストで、リーグのアシスト王。去年が11ゴール5アシスト担当。で、その前の年が6ゴール9アシスト。すごっ。で、アシスト王。インカレは優勝してるし、その大会 MVP だし、関東一部ベストイレブンだし、大学でのその実績は、この6人の中ではナンバーワンですね。すごい。終盤でもバンバンスプリントしますからね。この荒木選手は九州出身なんですか？福岡じゃなかったですかね。もう応援する要素しかない。ね、チャンスメイクもできるし、ゴールも取れるし。リーグ全試合出てて、駒大の試合には全部出てて、すごい。そのうちフル出場しなかったのが2試合しかなくて、姿勢良かったですもんね。そうですね。で、梶谷選手お願いします。梶谷くんはめっちゃムキムキで、胸板とかもものすごい熱いっすよね。
もう典型的なもうセンターフォワード、ここにどっしりこう構えて、もうちょろちょろ動き回るタイプじゃなくて、2021シーズンはずっと怪我してて、はい、なんですけど、その3年生の時はしっかり試合出て、8ゴールとか取ってるんで、だからコンディションが今どこまで戻ってるのか、うん、ただ、その体格がめちゃくちゃいいんで、うん、あと振り足早いっすよね、シュートまでの。うん、そうですね。大振りしないのにすごいの飛ばすなっていうイメージがあるから、あれ、混戦の中での決定力が高いと思いますよ、ね。わ、いいね。複数の仕事だと山下に近い感じだ。相手ディフェンダーで先にボールに触れる、コンパクトな振りでも強いキックが蹴れるっていう感じ。へぇー。Jリーグのディフェンダー相手にどこまでって。まあ確かにこう体格で勝負してたタイプの選手は、それが通用しないとなるとね、一旦鍛え直したり、うん、ちょっと違う技術を磨いたりっていうのが必要になるんでね。うんうん、まあ、ただ、幸いチームの中にエズーっていう、こう、J リーグ屈指のセンターバックがいるんで、はい。はい、紅白戦とかで、こう、肌で感じることはできるんじゃないかな。藤原くんのプレイスタイル、そしてこう、印象、そういったものを、語っていただきたいと思います。お願いします。お願いします。中学校の時は、サンフレッチェ、高校になってユースには上がれなくて広島の南海部高校っていう、でそこから明大に行ってるんですけど、うん、ずっと経歴とかスタッツを追っていくと、実は大学3年生の時まで全然点取ってなくてですね、うん、4年生になって急激になんかフォワードとしての才能が開花して13ゴールで、スタイル的にはそうだな、林大地がすっごい足速いみたいな。いいなぁ。これはじゃあフィジカルは強い方に入るんですか？彼も胸板が厚いです。結構だから得点パターンがすごい豊富なんですよね。そうなんだ。そう、もちろん裏抜けでスピード打ち切ってっていうのもありますし、はい、こうスルスルっとボックスの中のスペースに入って、ワンタッチボールもあるし、うん、右サイド、その明大では右サイドで出ることも実は結構あって、うん、はいはい、右サイドからドリブルでバーッとカットインして、そのままゴールしちゃったりとか、豪快ですね。うん、で、うん、やっぱりいろんなこう頭で考えて工夫してる感じをすごいしますね。うん、でも割と体感強い感じで、明大っぽい選手ですよね。性格もなんか明るいんですかね、なんかね、うん、噂によると。ほうほうほう、なんか、森下と同じような、こう、ちゃんとした、こう、しっかりした人間性っていうかね。うん、そうですね。ちょっと振り返ってみましょうか、ちゃんと、うん。佐藤選手がスプリントが多くて、バリバリ走るタイプで、左サイドから、カットインしまくれたりする、うん、サイドハーフ、サイドバックもできる。いうね、佐藤選手。そして、菊池選手はね、視野が広くて、いろんなところにパスが出せる、大学一番のエリート、うん、琉球大の10番センターハーフからインサイドハーフ。うん、体格がちょっとちっちゃいのに位置取りのうまさで補うと、うん。菊池選手はだからちょっと上手いタイプ、ね。うん、で、孫選手も身長高い守備力ある上でパスができるセンターバック。うん、エデュアルドのね、うん、後釜として。うん、いやそして、荒木選手は大学ナンバーワンの実績を引っ提げ、トップ下で11ゴール5アシスト、うん、攻撃の要、インカレ優勝大会 MVP 関東ベストイレブン。いや、すごい。履歴書、すごいことになりそうなタイプですね。うん、で、梶谷選手はムキムキなね、典型的なセンターフォワードタイプ、ポストプレイヤーも何でもと。うん、まあ、心配はね、今のコンディションだけということで。うん、いやで、最後に藤原選手も、裏抜けタイプなんだけれども、林大地が足速くなったぐらい強くて、抜け出せる、うん、で。豊富な得点パターンを持っている。いやー、これ6者6様の本当に、誰がどう絡んでくるのかという。